はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、みんなの銀行で MyJCB の利用が開始、JCB カードのキャンペーンにも気軽に参加可能にということで、今回はみんなの銀行についてですね。この動画では、みんなの銀行のデビットカードが、JCB の会員専用サービスの MyJCB の利用が可能になり、JCB カード独自のキャンペーンに取り組むことができるようになったということについてお伝えします。みんなの銀行を利用されている方は必見ですので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回はですね、こちらのみんなの銀行の公式ツイッターから引っ張ってきました。みんなの銀行デビットカードは JCB 会員専用ウェブサービス MyJCB へ登録できるようになりました。MyJCB に登録すると JCB が開催するキャンペーンに応募できますよということでございます。これちょっとね、意外な発表でちょっと僕もびっくりしましたので、引用リツイートさせていただきました。で、この MyJCB については、既に JCB カードを利用されている方であれば、既にね、知っている方も多いとは思うんですけども、まあ、もしですね、今回の このマイ j c b を使うためには先ほどのツイートにもあったよりまず MyJCB に新規登録をするとですけどもすでに JCB カード W とか僕こちらのカード持ってるんですけどもそういったカード持ってる方はまた別で登録する必要がありますそこからキャンペーンページでエントリーして JCB カードのキャンペーンに参加ができたというような流れになりますのでそういった感じで行ってみてくださいまあ実際の画面なんですけども今回のこのツイートからこの URL をタップしていただくとこういったページが出てきますみんなの銀行の公式ページ そこから下にですね、下がると、今回のこのページが出てきますね。myjcb についてということで。 ちゃんとここにも出てますね。myjcb では jcb が開催するキャンペーンの参加登録ができますと。そしてもう一つここ見ていただきたいんですが、みんなの銀行デビットカードは myjcb のキャンペーン参加登録機能のみご利用できますということで、まあ、他の myjcb の機能自体は使えませんよということですので、まあ、そこはちょっと注意が必要かなと思いますね。ちなみにですね、通常の myjcb の画面はこのページからこのままログインをしていただくとこういったページになります。僕が持っている jcb カード w の利用明細とかポイントとか キャンペーンまあこういったねメニューが出てきますで今回に関したらすでに僕はこの JCB カード W を持ってるので 持ってる方はですね、別に新規作成する必要があります。この myjcb のアカウントをですね。で、登録方法は至ってシンプルで、この myjcb の画面から下に下がると、ここに新規登録 ID パスワードみたいな感じの画面があるんで、ここの新規登録 ID 確認をタップすると、ここで登録画面が出てきます。で、カード番号とか有効期限。これはみんなの銀行デビットカードのカード番号や有効期限を入力してください。で、そのまま次に進むと、このような画面が出てきまして、登録するための名前とか生年月日、電話番号。で、ここに口座番号の下4桁っていうのを、 てるんですけどもここはみんなの銀行の下4桁で大丈夫ですでこちらも諸々入力してそのまま登録するをタップしたらこれでですね MyJCB の新規登録が完了ということでございます やり方としたらほんとシンプルで3分ぐらいで登録できますね。で、実際にこのみんなの銀行のデビットカードで MyJCB にログインした画面がこんな感じの画面です。先ほどね、僕が持ってた JCB カード W のメニュー画面と若干ちょっと変わってくるかなと思います。明細とかポイントとかそういったメニューも出てないんで、とりあえずログインまではできますよみたいな感じかなと思います。で、プラスアルファなんですけども、これちょっと僕撮影中に公式 ツイッターがですね、再度ツイートされておりまして、みんなの銀行デビットカードは MyJCB のおまとめログイン設定には対応しておりません。みんなの銀行デビットカード会員様は MyJCB にて新規登録をお願いしますということですね。もともとあるこのおまとめカード追加のね、機能は使えませんよということですので、これはちょっと注意が必要かなと。なのでもし、こういったプロパワーカードを持っている方ですでに MyJCB を使われている方は、2つアカウントができることになるかなと思うんで、若干ね、手間かかるところではあるんですけども、もしね、利用される方は 方はまあ、そこら辺を1つ、ね、注意してておいいくださいでですね、先ほどから myjcb、myjcb と言ってるんですけども、そもそもこの myjcb にはどんなキャンペーンがあるのって気になる方いらっしゃると思うんですよ。そこでいくつか紹介させていただきます。こちらがですね、jcb カードのキャンペーンページとなっております。まあ、いろいろね、jcb カードはたくさんの、まあ、キャンペーンが開催されているんですけども、その中でまず一つ目紹介させていただくのはこちらですね。3000名様に1万円をキャッシュバックということで、このページの詳細を見るとこんな感じです。キャンペーンの期間すでに始ま 始ままままっておりました9月月のの16 12 15日日からででですすね12月の15日まで開催中でございますこのキャンペーンの参加方法なんですけども、今回のこの JCB カードで、ステップ1、2の条件を満たした方に抽選で3000名様に1枚がキャッシュバック。そうですね、抽選にはなります。で、流れは至ってシンプルです。キャンペーン期間中に会員 Web サービス、会員専用 Web サービス、MyJCB に1回以上ログインをすると。そこから、えー、参加登録したカードで合計税込み1万以上利用するということですね。で、さらに、キャンペーン期間中にご利用合計 金額税込み1万円を一口として使えば使うほど抽選コースがアップということですのでちょっと抽選にはなるんですけどももしね利用される方はまあここら辺がまあ狙い目であるとこではあるんですけどもまあそんなに無理して使う必要はないかなと思いますで今回のこのキャンペーン対象で対象のカード発行会社ということでこの本キャンペーンの対象となる発行会社こちらとクリックするとこういった風にずらりとね対象のカードが出てきますその中にですね今回今解説をさせていただいてます今回のこのみんなの銀行もしっかりと出ておりますので でまあ、このキャンペーンに参加ができると、当選者の発表時期なんですけども、二千二十二年の二月の二十一から三月二十日ということですので、まあ、結構忘れた頃に発表されて、なおかつね、キャッシュバックされるのも三月十日。なんで、まあ、完全に忘れた頃にお付与されてるじゃん、っていう風になってるかもしれないですね。続きまして、こちらのスマホ決済で最大十万円のチャンス。千名様にあたる最大十万円の jcb。秋のスマホキャンペーンということで、こちらのキャンペーンもすでに始まっておりまして、十一月の十五日まで開催中でございます。 今回のこのキャンペーンに関したら、1から3の条件を満たしてた方に抽選で10万円が当たるということなんですけども、まずはホームページもしくは電話でキャンペーンの参加登録を行うと、その後に先ほどの myjcb に1回以上ログインをして、あとはこの ApplePay または GooglePay を使って税込1万円以上利用することによって、 このキャンペーンに参加ができると。このキャンペーンに関したら対象店舗というのがありまして、Apple Pay、Google Pay を使えるすべてのお店というのが対象のお店となります。q u i c k Pay、q u i c k Pay Plus、加盟店及び Apple Pay が使えるアプリやウェブサイトでのご利用料金が対象ですということですので、これに関したらまあまあ使う幅も広いので、税込み1万円以上利用されている方はおそらくね、 ま、確実にもらえるかどうか難しいところではあるんですけども、もらえるチャンスがあるかもしれないと。こちらに関しても対象のカード発行会社ということで、まあ、同様にですね、先ほどと同じように下の方に下がっていただくと、こちらのですね、みんなの銀行もしっかりとここにありますんで、こちらもキャンペーン参加ができると。で、得点の最大10万円なんですけども、1等が10万円キャッシュバック20名様、2等が3000円キャッシュバック980名様ということですので、ま、ほんとね、当たったらラッキーかみたいな感じで参加するぐらいがちょうどいいかなと思います。こちらのね、 で、特定申定時期に関しては、キャッシュバック日2022年の2月10日ということですので、こちらもね、まあ忘れた頃に、 当たってるかもしれないということでございます。で、早速ですね、キャンペーンにエントリーをいくつかしてみたいと思うんですけども、このみんなの銀行の画面を開いたら上にスワイプをします。そしたらですね、こういったアクション画面が出てくるんで、このデビットカードを使うをタップします。そしたら、ご自身のこのみんなの銀行デビットカードの情報が出てくるんで、この情報を元にですね、キャンペーンに登録をしてみたいと思います。先ほど開いたページのこれスマホ画面なんですけども、まずはこちらの3000名様に1万円をキャッシュバックということで、こちらをタップしたら、こういった先ほどお伝えした画面が出てくるんです。 けどもキャンンペーーにに参加すすすすすするるるをタップしますそしままそたらでででねこの MyJCB JCB ID 登登録録かかカード番号で登録するかっていう風に出てきます、まあ、今回は僕ですね、もう myjcbid は登録したんですけども、もう j c b カード番号でですね、試しにちょっと登録をしてみましたので、先ほどみんなの銀行デビットカードの情報をここにバーッと入力をします。そしたらですね、こんな感じに入力をしまして、確認画面へというふうにタップをすると、こういった確認画面が出てきます。で、そのまま下に下がったら、ここに登録するというところが出てきますんで、このまま 登録をするをタップしたら下のキャンペーン参加登録受け付けましたご登録ありがとうございましたということでこれでエントリーが完了ということでございますめちゃくちゃ簡単ですね続きましてこちらのスマホ決済で最大10万円のチャンスこちらも同様にですねエントリーをしてみたいと思うんですけどもこちらのキャンペーンに参加するをタップしてまた同じようにですね JCB カードの番号で登録をしてみたいと思うんで JCB カードのね情報を入力して画面を進めて 確認画面も出てきますんで、間違いがなければこの登録するをタップして、そしたらこの、このようにキャンペーン参加登録完了しましたということで、エントリーもめちゃくちゃ簡単ですね。あともう一つですね、ちょっと個人的に気になったこちらの1万円当たるキャンペーンというのがあるんですけども、毎月の支払いに JCB カードを当てるっていうのがあるんですが、試しにちょっとエントリーを行ってみたんですけども、キャンペーンの参加登録は受付できませんでしたというふうに出てきました。 こちらにも出てるように、ご入力いただいたカードではご登録いただけません。ご確認の上再入力してくださいということですので、キャンペーンによっては参加ができるものとかできないものとかも、まあ、あるかなと思いますんで、それが対象カードに入ってるかどうかとかも、まあ、事前に確認した上でエントリーを行ってみてください。まあ、今回ね、僕がやった中ではこの2つはとりあえずエントリーができたということでございます。ちなみになんですけども、以前ですね、こちら開催されたキャンペーン覚えてますかねみんなの銀行の20%のキャッシュバックキャンペーンということで、8月15日まで開催されてたキャンペーン なんですけども、こちら公式のツイッターをですね、また更新されておりまして大変お待たせしました。7月から8月に開催した Apple Pay や Google Pay ご利用で、20%キャッシュバックの得点を、10月の13日から10月の16日の間に、順次みんなの銀行の普通預金口座に入金いたしますということですので、待ってましたと言わんばかりね。じゃ参加されて方は上限1000円まで利用された方は入ってくるかと思いますので、この期間がね一つ楽しみになるかなと思います。そしてもう一つ、こちらですね。 みんなの銀行デビットカードの携帯電話料金の支払いで毎月20%還元キャンペーンに関したら予想を上回るご参加をいただき予算に達しましたということでございます。めちゃくちゃ人気だったみたいですね。2021年の10月1日21時59分をもってこのキャンペーンの受付を終了いたしましたということですので、まあ残念ながらね、参加できなかった方はちょっと悔しいかと思うんですけども、参加された方はですね、料金の支払い滞ることなく、しっかりとね、このみんなの銀行に お金を入れておいた方がいいと思います。ちなみに僕はですね、結局、ワインモバイルだったので、参加ができなかったんですけども、キャンペーンにね、参加ができる方、正直結構羨ましいです。ではですね、今日お伝えしたこと簡単にまとめると、今回のみんなの銀行で JCB カード独自の Web サービス、myJCB の利用がスタートしましたよ、ということ。で、JCB 独自のキャンペーンに参加が可能になると。ですけども、一部参加できないキャンペーンもあるので、そこはね、ちょっと注意が必要かなと思いますんで、それを踏まえた上で参加をしてみてください。まあ、そのこーナで今回は はみんなの銀行デビットカードで MyJCB の利用が可能になりましたということについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました、まあ、今回紹介した JCB のキャンペーンに関しては現在はね抽選系のキャンペーンが多いんですけどもま今後ね JCB がどんなキャンペーンをするかによってはまそのタイミングでみんなの銀行のデビットカードで MyJCB を使うっていうのでもいいかなと思います今回ね僕も新たにアカウントを登録したので正直アカウント名とか忘れそうな気がするのでちょっとね忘れないうちにメモをしておきたいと思いますで紹介 最初二つのキャンペーンはね、抽選系のキャンペーンなんで、無理に参加する必要はないんですけども、みんなの銀行をかなり使ってますよっていう方がいらっしゃれば、ついでに参加するぐらいがちょうどいいかなというふうに思います。今回ね、参考にさせていただいたみんなの銀行デビットカードに関するリンク、概要欄に貼っておきますんで、また気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました